夏のレジャーシーズン、車で出かけようとして頭を悩ませるのが松山市内のガソリンスタンドです。ガソリン価格見てみますと、レギュラーで178円となっています。180円一歩手前ですね。いや、きついですね。厳しいですね。やっぱりお盆とか出かけたりしたんですけども、やっぱ気にしながら1円でも安い店とかで探しながら。ガソリン価格の高騰です。石油情報センターによりますと、県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は今年6月以降上昇傾向が続いています。そしておととい21日時点の価格は 184.1 円と先週より2円高く、これで5週連続の値上がりです。県内は2008年の8月に187円の最高値をつけていて、その価格に迫っています。ね、いきなり値上げしてちょっと僕もしんどいですね。財布的にもちょっと厳しいかなと思ってます。今の岸田総理にはちょっともうちょっとなんとかしてほしいかなと思いますね。高騰の最も大きな理由は政府の補助金の終了。6月から少しずつ補助の割合が縮小され、来月末には終了期限を迎える予定でしたが、岸田総理は昨日与党に対し、今月中に緊急対策を取りまとめるよう指示していて、期限の延長を視野に検討が進む見通しです。6月から大体10円以上値上がりしております。まあ、なってくれればある程度やっぱり抑えれて、お客さんに来ていただけたらと思います。生活に直結する燃料価格の高騰、今後の政府の対応が注目されます。